はい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 。また同じピッチャーに同じようにやられてるな。ジャイアンツ。この間も確か7回0失点かな？うん、無得点やったし、今回も吉村投手から取れてないし、ほんまに対策とかやってんの？マジで。同じようにしか見えないからね。まあ実際良かったけど、同じ相手に同じようにゼロでやられるっていうのはマジでしんどいし。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ててください。よろしくお願いします。今日はですね、先ほど終わりましたジャイアンツ対スワローズの試合解説やっていこうかなというふうに思ってます。はい、まず僕がまあ冒頭で消えてるということはですね、まあジャイアンツ負けたということなんですけども、はい、今日はですね、4対2というところで、ジャイアンツ負けておりますと。はい、今日の先発、相手の先発ね、吉村投手っていうね、ピッチャーだったんですよ。で、5月かな ?5 月に、やられてるんですよ。7回0失点。うん、やられてるんですよね。で、今回も、また0でやられてるんですよ。うん、それきつない？きちくないか？うん、マジで。ちょっとね、本当に、どうなってんのっていう。まあ確かにチャンスは、救ってたし、っていうところあるんだけども、結局、毎回満塁まで行っても、点取れへんかったら意味ないから。うん。残塁が増えるだけだから。うん、結局ね。っていうところで、まあその、野球は点取るスポーツなんでね。まあゼロだと一生勝てないんでね。まあ同点はありえますけどもね。まあそういった意味で、まあ最後2点取れたっていうのはまだ、完封負けでね、しなくてよかったんだけど、まあやっぱり、先発のね、吉村投手から、まあ取っておきたいっていうのは本音だったと思うし、まあその、どういった対策をしたのかなっていうふうなところはね、非常に、まあ疑問というか、うん、どうだったのかなっていうふうに僕思いますと。で、まあ今日の試合の感想なんですけど、こちらになります。また吉村にやられた。点の取られ方が、まあしんどいと。で、ゼロで終わらなくてよかったというところなんですけど、まあ、吉村投手にやられたのはもう今言ったんでね、まあいいんですけども、まあこの点の取られ方っていうところね、うん、これ皆さん見てもらったらわかる通り、1回、4回、6回、8回みたいな、もうボディーブローのようにね、取られてるじゃないですか。これってやっぱり、まあこちらも戸郷投手で言ってて、相手もまあ吉村投手というところで、まあなかなか点が取れないよと。いうところ、ありました。で、そこで、まあ、ボディーブローのようにこうやって点を積み重ねられるっていうのはですね、やっぱきついというかね、うん。じわ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 こう、ああ、まだ点差が開いていくっていうね、感覚になるので、やっぱそういったところは、まあ、最小失点には抑えてるんですよ。全部1なんでね。なんですけども、やはり、まあ、積み重なって4になってるっていうところで、まあ、今のジャイアンツ、今年のジャイアンツからしたら、まあ、4点って結構大きいよね、みたいなところはあるんでね。まあ、しんどかったと思いますと。まあ、最後は、まあ、長野さんがね、打ってくれて、まあ、完封負け。まあ、いつも負けてる時、完封ちゃうかぐらいの感覚でいると思うんです。あの、巨人ファンはね。なんだけど、まあ、まあ、2点取れたのは良かったんだけど、まあ、結局、負けは負けだし、まあ、明日に繋がると言ったら繋がるんですけど、やっぱ、負けは負けだし、まあ、何やかや言って、今、4位に転落してるんですよ。うん、っていうところもあるんで、まあ、ゲーム差はほぼないんだけど、まあ、やはりね、ファンからしたら、まあ結構こう、しんどいというか、どうなってんねんみたいな感じになると思うんで、そこはね、ジャイアンツね、本当に奮起してほしいと思うし、結局、まあ試合にもよるんだけど、まあ大体負けてる時でも3点差とか4点差以内に収まってると思うんですよ。今日でも4対0とか、まあ、負けてる時でも3対1とか3対0とか、大体3点ぐらい、3、4点ぐらいに抑えてるんだけど、打線が振るわないから、まあそれで負けてるっていうところが非常にゲームとして多いと思うので、そういったところは、まあね、いつまでこれを言わなあかんねんみたいなところもあるんですけども、もう本当に、そろそろ奮起してくれよっていうところは、マジで思ってますと。じゃあちょっとね、得点シーン振り返っていきたいんですけど、まず1回表、ワンアウト3塁から長岡選手、センター前ヒットで1点ね。で、4回表、2アウトからね、これ甘かったね。山田選手ホームランで1点。で、6回表も、ワンアウト1、3塁で、中村選手スクイズね。スクイズ。セーフティーじゃない、セーフティースクイズじゃなくて、スクイズやってきてね。うん。で、それで1点入りますと。で、8回にも、ノーアウト1、2塁から、オスナ選手のセンター前というところで、まあ1点っていうところで。
ボディーブローですね。はい。で、ジャイアンツは9回裏、ツーアウト1、2塁で、長野さんの、まあ、代打初球、いきなり振ってね、2塁打打って、2点入ったっていうところはめちゃくちゃ良かったと思いますけども、まあ、届かずというところで4対2で負けてます。じゃあちょっと右側でね、僕が気になったところを、ちょっと皆さんに、わかりやすくお伝えしていきたいと思います。はい、まず今日の試合、まあ何が、ヤクルトのね、なんていう流れになったかっていうと、まず一発目、試合の初球、一球目を、この西川選手がパッチン打ったんですよ、センターにね、二塁打。これで、ちょっとヤクルトは今日、いけるんちゃうか、徒歩やけど、点取れるぞ、みたいな雰囲気になっちゃうわけですよ、やっぱりね。で、そこをやっぱ振り抜いてた西川選手もそうだし、まあ今日の攻撃なんかを見てると、やっぱ戸郷投手から追い込まれたらやっぱりなかなか打てないから、本当にもう積極的でいいから、もう初球から振り抜いてみたいな、多分指示は出てたと思うんですよね、見てるとね。で、他のバッターも結構初球からとか、早いカウントから手を出してくることが多かったんで、やはりそれをね、その指示をね、一発目の一番バッターの、この西川選手が、まあ、有言実行というか、できたっていうのは、このヤクルト打線からしたら今日めちゃくちゃでかかったんちゃうかなっていうふうに思います。で、まあ、この回もね、初回ね、まあ、バントも一球でポーンって決めて、丸山選手がね、で、ワンアウト三塁になって、長岡選手がこれ前進守備してきてるんで、ヒットゾーン広がるじゃないですか。で、センター前に行ってんですよ。まあ、そこはやっぱりね、まあ、電光石火というかね、先制パンチみたいな感じで、やられた感じはすごくありましたよね。で、一回がね、これね、今ここね、先頭バッターこれ二塁打って書いてるじゃないですか。で、実はこれ、ジャイアンツも二塁打、丸さんが二塁打打ったんですよ。だから、まあ、ノーアウト二塁っていう場面は、一回表一回裏、どっちも一緒だったんですよね。うん、一緒の入り方してるんですよ。で、ジャイアンツはどうだったかっていうと、ノーアウト二塁から立岡さんが、送りバントじゃなくて、普通にヒッティングで行ったんですよね。で、レフトフライにしておられるんですよ。で、ワンアウト二塁でヘルナンデスが空振り三振。で、岡本選手がキャッチャーフライというところで、まあそのバントを使わずに、まあおそらく立岡さんに、まあ進塁だというか、右打ちというところは多分サイン出てたんだけど、そこがね、で、できなくてというところでレフトフライに取られて、ランナー動かず。で、3番、4番ね、ヘルナンデス、岡本が、まあ打てずというところで、まあ、配球も、まあ、岡本選手はもともとそうだと思うんですけど、まあ、ヘルナンデスね、非常に、まあ、中村捕手ね、今日、すごく警戒してるなっていう感じはありましたよね。まあ、さらっと見ていくと、まあ、カーブ2球行って、ストレート行って、フォーク行って、もう1個フォーク行くっていうところで、まあ、カーブ2球ってあんまりないんですよ。うん、配球としてね。だけど、そこで初球の、1打席目からですね、カーブ2球で行ってるってことで、初球2球目ね、相当警戒してるんだろうなっていう風な感じはね、ありました。はい。で、次ですね。まあ、これ書いてないんですけど、3回表ね、僕がちょっと感心した打席があったんですよね。これ、相手ピッチャーの吉村投手なんですけど、まあ、先頭バッターでね、打席に入りますと。普通だったらピッチャーね、バッティング得意じゃありませんと。やっぱこう、アウトになっても、まあ、仕方ないですよ、みたいな感じはあるんだけど、まあ、結局アウトにはなってるんだけど、これ10球投げさせてるんですよ。先頭バッターの、戸郷投手に対して、吉村投手に対して、戸郷投手はね、10球投げてるんですよ。やっぱそれきついやんか、どう考えても。で、ピッチャーやから、まあそんなに打力もないしっていうところで、まあスイスイと行きたいところ、先頭バッターね。そこを、まあ苦手なんだけど、全然バッティングとか、初味ぐちゃぐちゃなんだけど、フォームとかね。だけどそれでもバットに当てて10球粘ってっていうところを、やれてるっていう、この吉村選手のね、なんて言うんだろう、ピッチング以外でのこの姿勢っていうのにね、僕ちょっと結構ね、感動しちゃってね。自分がやられて嫌なことっていうのを、まあ、戸郷投手に対してやってたっていう感じはあったんで、非常に素晴らしいなっていうふうに僕思いました。これは、ジャイアンツのピッチャーを見習うべきだと思います。はい。で、3回裏ですね、これ、まあ、チャンスを作って点入らなかった場面なんですけど、ワンアウトから丸選手フォアボールと。これよくフォーク見分けましたよね。見極めましたよね。で、ワンアウト10位で、立岡さん、ショートゴロなんですけど、まあ、エンドランという形でね、ランナー2塁に送りますと。で、2アウト2塁でヘルナンデスが、セカンドゴロなんですけど、まあ、これも、ストレートでボール、ストレートでファール、スライダーでファール、で、ストレート高めでファール、で、最後フォークボールというところで、まあ、徹底的に、横の揺さぶりもそうだし、高めも使いながらね、縦も横もどっちも使いながら、もう全部使いながら抑えてるっていう感じがあるんで、1打席目のカーブの2球もそうだしけども、非常に、警戒するなっていうところはありました。
で、4回までね、これ山田選手のホームランなんですけど、まあ結局、高いんですよね、球が。うん、高い。うん、この打席もね、スライダーボール、スライダーボールって言って、ツーボールにしちゃったことがまず悪いんですよね。で、スライダーもう一丁いってストライク取ると。なんだけども、さすがに4球スライダー行くのはっていうところでね、で、まっすぐ行くのも、山田選手まっすぐ強かったりとか、結構、まっすぐ張りで来たりするんで、そこでフォーク行ったんですけど、フォークはマジで真ん中高めぐらい行って、もう、フォークの真ん中高めって、もう、正味、誰でも打てるんですよ。ほんまに誰でも打てるんですよ。もう、ただの、なんて言うんだろう、遅いまっすぐみたいな感じなんで、誰でも打てるんですけど、そこに投げてしまって、まあ、ホームラン打たれるっていうところで、まあ、ソロで良かったなっていうところはあるんだけど、やっぱり失投ってね、まあやっぱり2ボールにしちゃったっていうスライダー2球で、まあなかなか投げないスライダー2球で、ボールボールってなっちゃったのが、まあこれ打たれた原因だなっていうふうに僕は思いますと。で、4回裏もですね、これ実はね、これ先頭バッター出てるんですよ、ジャイアンツね。ノーアウト、先頭ですね、岡本選手のこれショートへの内野だね。で、次のバッターのノーアウト1塁で吉川選手空振り三振。で、ワンアウト1塁で坂本選手が4-6-3のダブルプレイというところで、まあ、その、なかなか続かないよね。うん。まあ、丸さんから始まる打線とかは、打順とかは結構繋がったりとかするんだけど、その、岡本選手とか、まあ、その辺あたりから始まる打順っていうの、いうところって、今、現状、坂本選手がだいぶブレーキなんで、なかなかこう、点が入ってないなっていう感じはするんですよね。うん。で、なんか変えようとはしてるし、このカットボールをね、空振り初球してるんですけど、坂本選手ね。これもなんかこう、思い切って振って、なんかその、自分の感覚を取り戻そうとか、なんかしてる感じはすごく感じるんですけど、まあそこでもね、なかなかこう、結果が出てないというところで、まあちょっとね、まあ厳しいかなっていう感じはしてますよね。で、5回裏、5回表、次これはピンチで村上選手を三振取ったんですけど、まあ今日、村上選手4三振かな？うん。しっかり抑えてるんですよね。それはいいんですよ。ただやっぱりあの外国人ね、サンタナ・オスナのこの外国人コンビね。まあ余談ですけども、これもね、ヤクルトになんか残るみたいでね、なんか契約伸びたみたいなニュースもあったんで、もうやめてくれよと思うんですけど、うん、まあすごくいい選手ですよね。で、サンタナこの回も、ツーベースって初球のカーブですよね。これも高めカーブいってるんで、もうカーブの高めなんてもう誰でも打てるんですよ。ほんまに。フォークの高めと一緒で。誰でも打てるんで、打たれて。で、ノーアウト2塁で山田選手、ファーボールね。で、ノーアウト、その、あ、そうや、ワイルドピッチャーあったよね。ワイルドピッチャーあって、で、1、3塁になって、オスナ選手の時ね、内野、後ろ守ったんですよ。もう二遊間はゲッツー体制で、もう、ショートゴロ打たれて、もう1点取られて OK っていう守備体系やったんですけど、ここをしっかり、インコースのストレート初球でね、打ち取れた、キャッチャーフライっていうところは、めちゃくちゃ良かったんですよ。ここはめちゃくちゃ良かったんですよ、ここまではね。ただ、ワンアウト一三塁っていうところで、やっぱり、もう1点、ヤクルトは取りたいっていう気持ちあるじゃないですか。で、中村選手で、ランナーが、三塁が、サンタナ選手なんですよね。あまり足は速くないっていうところ。で、ストレートでストライク取って、フォークボールでボール取って、で、3球目のストレートのインサイドがボールになるんですよ。ギリギリボールなんですよ。で、2ボール1ストライクっていうカウントなんですよね。で、まあ、ピッチャーからしたら、東郷投手からしたら、絶対ストライク欲しいと思うカウントやし、で、ヤクルトベンチからしたら、仕掛けるんだったらここなんですよね。絶対ストライク欲しいと思ってるから。で、三塁ランナーのサンタナ選手が足があんまり速くないっていうところ。で、絶対東郷投手ストライク取りに来るやろっていう風に、もう、張ってね、もうギャンブルして、普通だったら、足の速いランナーだったら、セーフティースクイズとかでも十分間に合うんだけど、サンタナ選手だったら、三塁ランナー、でね、セーフティースクイズでアウトになっちゃうかもしれないっていうところもあったんで、スクイズかけるんですよ。もう絶対ストライク来ると思って。で、それで、中村選手はしっかりね、バットに当ててというところで、まあ、結果的にこれが、ピッチャーのフィルダッシュチョイスという形になってね、まあ、その、点入っちゃうというところで、まあ、やっぱりこの3球目のこのストレートのインサイドがめちゃくちゃ惜しいボールなんですけど、そこがボールになっちゃって、2ボール1ストライクってなった時点で、この多分、このスクイズをやろうと思ってたんですよね、多分。で、これはもしストライクだったとしたら、ワンボールツーストライクになるんで、さすがにツーストライクからスクイズって、やっぱり難しいと思うし、一球でもファール打ったら、アウトになるから、多分かけれなかったと思うんですよ。だけど、このインサイドのギリギリのボールが、ストレートかな？ボールになったっていうことで、ツーボールワンストライクになったんで、もうここやっていう感じでね、高津監督は多分スクイズ出したと思うんですよね。それがうまくはまって、まあ、点が入ったというところで、まあ、これは、まあ、一枚上手やったなっていう、ヤクルトかね、そういったところは思いますと。
で、次ですね、これ8回表で、まあ、点取られる場面ですけども、まあ、ここから西田投手が、出ておりまして、まあ、サンタナ選手にライト前ヒットね。で、まあ、ノーアウト注意で山田選手をフォアボール出したんですよね。これがちょっと痛かった。マジで痛かった。うん。で、このランナーを溜めた状態でオスナに回ると。で、1球目ストレートでストライク。アウトコースの結構ギリギリいいとこ行ったんですよ。で、2球目もアウトコースの要求だって、それがちょっとだけ中入るんですよ。そんなに悪くないボールなんだけど、1球目にギリギリの外のストレート来てるから、ちょっとだけ入ったらバッターってめっちゃ甘く見えるんですよ。で、それで、打たれるっていうところでね。やっぱりこの、オスナの、ボールっていうのはそこまで悪くなかったんで、この点取られた原因はどれだって言われると、やっぱりこの2番バッターのね、この2番目のこの山田選手にフォアボール、それにましてやストレートのフォアボールを出しちゃうっていうところが、ちょっとね、いただけないなっていう感じはしました。はい。で、8回目はですね、これ、次ですね、まあチャンスなんだけど、ジャイアンツ点取れないっていうところ。で、ワンアウトからピンチヒッターの大塩さんがこれフォアボールね。で、ワンアウト1塁で丸選手これフォアボール。これもう素晴らしいよね。もう10球粘ってね。で、ここで、球数も110球ぐらい行ってて、この吉村投手が。で、ピッチャー大西投手に変わるんですよ。で、ワンアウト1、2塁で、これ立岡選手ね、これショートライナーね。これまあそこまでめちゃくちゃいい当たりではないんだけど、惜しかったんですよね。うん。で、ツーアウト1、2塁でヘルナンデス選手もこれショートゴロね。これも、最後の球は結構甘かったんですよ。だけど、やっぱりその前にシュートしっかり投げてるし、外にスライダー投げてるしっていうところで、やっぱりね、両サイドしっかり意識させての、まあ最後少し甘くなったボールなんですけども、やっぱそういった過程があるからね、やっぱヘルナンデス選手も打ち損じたんじゃないかなっていうふうに思うので、やっぱり、甘い球でもね、全部が打たれるかって言ったらそうじゃないし、逆にいい球行っても打たれることがあるのが野球なんで、それがまあまた面白いところではあるんですけど、まあここはね、その過程が良かったんで、ちょっと甘くなったけども打ち取れたっていう、例じゃないかなっていうふうに思います。で、最後9回裏ですね、これ、まあジャイアンツファンは結構激アツな場面だったと思うんですけど、まあその、石山投手が来て、で、ワンアウトから吉川選手デッドボール。で、ワンアウト中で坂本選手がショートゴロでゲッツー崩れで一塁残りますと。で、僕、大きかったなと思うのが、このツーアウト一塁から岸田選手がこれ、ね、ショートへの内野安打を打てたというところね。しっかり諦めずに、うん、ストレートを振り抜いてって、これしっかりこう三遊間に打って、これで、ね、繋げたっていうのが非常にでかかったと思うんですよね。で、ツーアウト一二塁で、これ、蝶野さんが出てきて、初球をね、インサイドの低めぐらいかな、真ん中低めぐらいかな、それを初球しっかり狙って、打てたっていうのは素晴らしいと思うし、代打でね、もう打つのってめちゃくちゃ難しいんですけど、そこで、一振りにかけてそれに初球をね、しっかりタイミング合わせて、いきなり車中間にぶち込めるっていうかね、ぶち抜けるっていうのは非常に素晴らしいなと思います。で、最後、まあ、田口が出てきて、まあ、これは非常に大きかったと思います。まあ、3連戦やる上で、まあ、守護神というかね、最後を出すっていうところは、まあ、非常に良かったと思います。ただ、まあ、2アウト2塁でね、まあ、最後、陸が、まあ、三振しちゃうわけですけども、まあ、このなんで陸なんだとかいう議論ももしかしたらあるかもしれないけど、僕はこの打席、陸の打席見てましたけども、やっぱり、しっかり初球をね、ある程度やっぱタイミング、測りながら振っていけてるし、結構ね、雰囲気は感じるんですよ。まあ、確かに三振だったのは三振だったんだけど、ほんまに、低めの、スライダーとかもね、しっかりこう見分けられてたし、雰囲気は感じるんですよ。ほんまに、だから、この間のエスコンでもそうでしたけども、最後、フェンスの手前まで飛ばしてアウトになったやつもあったけど、やっぱりね、結果は今まだあんま出てないかもしれないけど、非常にね、スイングというか、スイングもそうだし、打席の中の内容っていうのが、非常にいいなっていう感じはするんで、多分そういったところも含めて、安倍監督ね、期待できると思って、やってると思うんで、出してると思うんで、そういったところは僕、中継で見てても非常にね、面構えというか、タイミングもそうだし、振っていく姿勢もそうだし、見極め、最後まあ、ハーフスイングになっちゃったけど、でもそこも、本当にね、もうちょいで打てるんちゃうかなっていうところの雰囲気はマジで出てるんで、そこはね、今後のリクの打席っていうのも注目していきたいなというふうに思います。はい、そんな感じでですね、まあ今日負けてしまったっていうところなんですけども、まあ西川選手のね、先頭の、まあツーベースっていうのがね、やっぱりね、大きかったと思います。あと、バントね、結構ね、ヤクルト今日4つか5つぐらいしてるんですよ、バント。でも、その4つか5つやってる中で、4つぐらいかな ?5 つやってんのかな ?5 つやってて4つが多分初球でバント送ってるんですよ。ファーストストライクでね。っていうところで非常にね、流れがいいというか、
やっぱりバントでもた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 ファールして、ファールしてボールしてストライクしてみたいな感じで、なんか2-2とかまで行ってバント成功させましたとか言うより、やっぱりパーンって出てきてポーンってやって一球で送りましたみたいな方が、やっぱりリズムっていうのがあるからね、野球って。だからそういったところも、あの、まあ小刻みにまあ点取れてたと思うんだけど、そこのバントが一発でファーストストライクでポーンって決まって、え、次のバッターっていう感じでいいリズムでいけてたっていうのも非常に影響というか、その要因なのかなというふうに思ったんで、そういったところはジャイアンツも見習うべきだと思うし、バントの成功率ね、いつまでたっても低いんでね、ジャイアンツね。だから、まあ、あの、最近ちょっとバント昔というかね、シーズン当初よりは減ってきましたけども、やはりね、まあそういったところも、まあ、いいところはね、相手のいいところって盗んでいかないといけないと思うし、まあそこはね、明日、明後日のゲームっていうところに、奮起してもらいたいと思うし、期待したいなというふうに思ってます。はい、そんな感じで今日はおできます。いつもありがとうございます。これからどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日はおできます。じゃあね、バイバイ。